はい、どうも、マツハシチャンネルです。今プーケットのピピ島に着きました。いやーすごい、あのプーケットの空港、プーケットの本土から結構あの距離的には結構その空港からまず港まで結構離れてて、そこからまあ陸路で行って、そこからまあ船で行くと、そういう感じで港からまあそのピピ島にまあ船でアクセスするみたいな感じですね。はい、いや結構あの遠かったですね。タクシーと船使ってまあ結構1日ぐらい、昨日まあ来たんですけど、黒に1日ぐらい時間を要しましたね。まあ昨日は結構雨だったんで、まあその影響もまああるんですけど、まあなんとか着きました。いや結構もうさっきその海行ってまあクルージングしてまあシュノーケリングしたんですけど、めちゃめちゃ海が綺麗でしたね。とにかくいやすごい、その魚とかも結構いるし、こう自然がこう豊かな国でしたね。すごいところでした。はい、いやもうそれだけでもう十分っすよ、もう僕は。いやすごかったですね。とてもその海結構エメラルドグリーンでめちゃめちゃ綺麗だったんですけど、このプーケットのピピ島にも結構感化されちゃいましたね。宮古島とか石垣島とか、まあ、国内だったらまあいろいろ行ってるんですけど、やっぱりこうピピ島はやっぱりこう自然とこの海のこの景色が結構マッチしてて綺麗でしたね。すごい海もやっぱ透明度高くて、こうやっぱなんだろう、俺には知らない世界があるなみたいな、いろいろ知ってるつもりでいたけど、俺にも知らないこんな世界があるんやなみたいな感じで思いましたね。結構その日本では当たり前のこの世界がこう世界では当たり前じゃないんやなみたいな、まだまだこう自分もこういろいろ行きましたけど、海外とかいろいろ、いやいろいろこう知らない世界がまだまだたくさんあるんだなって、未知の世界が、いや結構行ったつもりではいましたけど、結構海外いろいろ行ったつもりではいましたけど、知らない世界とかいろいろ、僕の知らない世界いろいろあるんやなみたいな、この海外のいろいろ、まあその物の値段だったりとか、あこういう値段でこういう物が買えて、こういうホテルでこういうこう飯が食えてみたいな、こういう飯もあるんだなみたいな、食と文化にもこういろいろ人とか人の温かさとか、結構プーケットの人結構いい人なんで、結構親切な人なんで、もう僕がわからない時とかもいろいろこう教えてくれて、すごい親切だなみたいな、人もいいし、すごい観光スポットも結構すごい良かったし、こういろいろ、これはもうお金と時間を使う価値、それ以上の価値があるなみたいな感じで思いましたね。こうこれを糧にしていろいろ、まあ人生これから辛いことも楽しいこともあると思いますが、いろいろ、まあ、頑張っていきたいなっていう感じで思いました。はい、今日の動画は以上となります。チャンネル登録と、よかったら、高評価もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。